Salut les amis, alors bienvenue pour la suite du Let's Play sur Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons en apprendre encore plus sur l'histoire et ses enjeux à travers divers cinématiques. Et nous allons rencontrer une toute dernière fois, à mon avis, Renjit, qui est le vieux bonhomme qui nous embête depuis le début, là, l'ennemi avec le petit dragon qui se met autour de lui pour faire une espèce d'armure. Je vous laisse donc profiter de tout cela. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. たまには留守番しててもいいだろう。アムアレンはどうだった？そうか、ミンフィリアはな。つまり俺があいつに残された理由もついに分からずじまいになっちまったってわけか。おい、どうした？大丈夫か？何だったんだ今の。あいつは俺にも消えるべきではないと。いつかまた俺が必要になるのだと言っていた。その理由がまさかお前に。いや、
俺はもう英雄なんかじゃないんだ。誰を救うこともできない、何にもなれない、ボール。急にすまない。ミンフィリアでなくて、リーンたちからあなたの具合が良くないと聞いた。それで、その、大丈夫だろうか？また異変があったのか？それで今はまだ痛いとか苦しいとか？よかった、ひとまず収まってはいるのだな。いや、よくない。何もよくない。度重なる罪喰い討伐をあなたに頼っているのは事実。負担をかけているのは間違いない。全ては私があなたに願ったことだ。だから本当は、案じる資格すらないのかもしれないが。これからも無事でいてほしい。あなたはこの戦いを終え、あなたを待つ人のもとへ戻る。そして第八霊祭の起こらない世界で冒険を続けるんだ。そのためにもあと一体、どうにか勝利を収めてほしい。体の異変については私も対処を考えておこう。その通り、必ず勝つさ。私が召喚した人は誰よりも強い英雄なのだから。急に邪魔をして悪かった。後ほどまた会おう。
あなたも来てくれたか。戦いの準備は万全だととっても。大いに結構。それでは全員揃ったことだ。あなた方が討伐した大罪杭は4体。これによってノルブラントの大半の地域から残すはコルシア島付近のみ。そこを領する大罪杭の居場所もリーンが現地に向かうことで特定できるだろう。そいつを倒せば縄張りを示すために放出されていた光が全て絶たれる。そうなれば多くの罪杭はノルブラントにとどまれない。人も動物も。あれ、ああ、その新たな門出まで送り出すことが今の私たちにできる最大限の協力だ。同時に第八霊祭の要因を廃し、私たちの未来をつなぐための最善手でもありましょう。私たちは何としても最後の戦いを制して世界を救うわ。今さら邪魔はしないでしょうね。はあ、安心しろ。お前たちが罪杭を倒したとてそれは世界の救済なんかじゃない。今という刹那に生きる儚い命をほんのわずかに長らえさせるだけの行為だ。敵対していると厄介なだけだが、こうして内側から見るとよくわかる。お前たちは確かに善良だ。誰かが頑張れば救われるという時にその誰かになれる。だがそんな傑物でさえこの一瞬目の前のものを救おうとするだけとは、矮小にして狭窄、限定的で刹那的、ひ弱で短命な生物ではやはりそこが限界か。確かに不滅なるものである君からすればあらゆる命が短命にも思えるだろう。だ違う、特別なのは私の方じゃない。昔は誰だって永遠に近い時を生きていた。お前たちがそれを捨てたまま歩んできただけだ。ちょうどいい機会だ。使わせてもらうとしよう。かつて一つだった世界に大きな災厄があった。あまりに唐突に始まった星の秩序の崩壊だ。恐怖と絶望が形をなし、地表を混沌があまねく覆った。このままでは全ての命が絶えてしまう。そこだが、恩知らずにも強大なゾディアークを残しておくべきではないと語る者が現れ、枷としてハイデリンを作り出した。そして二者は争い、ハイデリンの一撃によってゾディアークは分かたれて封印された。忌憚な御影堂で、あなたはそう言っていたわね。ああ、問題はそのハイデリンの一撃だ。枷として作られたあいつは力をそぎ落とすことに関して破格の能力を持つ。
その渾身の一撃ともなれば身を裂くなんて単純な話じゃない。存在そのものを切り刻むという離れ技だった。例えばお前がその技を受けたとする。するとお前が二人に分かたれる。見た目はそっくりお前のまま。しかし一つ一つを構成する要素は薄くなっている。力も知能も魂も何もかも半分ずつだ。それと同じことがゾディアークを含めこの星全体に起きた。あの一撃を逃れたのはたったの三人。オリジナルのアシエンタル。14に分かたれた世界を見たときは絶句したよ。生命はどれも弱く脆く愚かになっていた。しかもその不完全な状態のままそれぞれに固有の歴史を歩み始めたじゃないか。私たちに言わせれば得体の知れない成り損ないがうごめいている状態だぞ。不気味でないわけがない。そこで世界の再統合を試みたが強引に遂げようとした第13世界は壊れてゴミに。お前たちの言うボイドの誕生だ。その後、原初世界と共造世界のつながり、属性を均一にしようとする力の流れを発見したことで、今の方式が確立されたというわけだ。なるほどね。あなたの視点で見れば、アシエンがしようとしていることは当然の行動のようにも思えるわ。でも実際は統合のたびに多くの犠牲が出ている。それを無視して賛同なんてできなくてよ。よく言う。不完全なまま生きるがゆえに霊災よりも酷な悲劇を生み続けてるだろうに。しかしそれこそ視点の違いだな。犠牲も何も統合されていない不完全な命を私は到底生きているとは思えない。そんな顔するな。だからこそ私はお前に期待してるんだ。七回は統合された原初世界の命、中でも特に優れた英雄なら少しはマシかもしれない。私はそろそろ見つけたいんだ。今ひとときの痛みに耐えてでもより悲劇の少ない道を選べる。そのためにも罪食い討伐くらいやり遂げてみせろ。お前たちは弱くない。そう証を立てることが。お取り込み中失礼します。水晶庫、急ぎのご報告が。構わない、皆に伝えてくれ。コルシア島に潜伏中の協力者から連絡がありました。
ユールモアに常ならぬ動きがあるようです。詳細はつかめていませんが、かの軍は都市内に集結し防備を固めている様子。こちらを迎え撃つ気かもしれません。都市の守りに重点を置いたか。まず市民の安全を優先したという見方もできるが、バウスリーがどこまでの罪食いを操れるか知らないけど、大罪食いをかくまってる可能性もあるんじゃない？何にせよ時間が経つほどあちらの準備は万全になる。罪食い討伐に乗り出すなら早い方がいい。では皆、準備を整えてコルシア島へ。ユールモアの状況を探るところから行動を開始してほしい。これが最後の大罪食い討伐になるだろう。必ず無事にやり遂げるんだ。ひとまずライト村で落ち合うことにしよう。ユールモアに近づくのは状況を確認してからの方がいい。この状況はどう？異様な行動をとっている住民たちは皆夢うつつの状態ながらもバウスリーを称えている。このことから彼らがバウスリーの操る魅了を精神支配の術にかかっていると見て間違いはないでしょう。しかしかかり方に差がありすぎる。確かに魔法への耐性は個人差がありますが、これほどには。やはり何か尋常じゃない事態になっているようだね。ありがとう。君が先行してくれたおかげでこちらは難なく近づいてこられた。もっともこの様子では気づかれることを警戒する必要もなかったのかもしれないが、大罪食いの気配はどうだ？
ユルモアの最上階あたりにかなり強大な積み食いがいるのを感じます。ただ大井戸の時と違ってなんだか異質な気配なんです。純粋な積み食いとは違う、混ざり合ったみたいな。あれが大積み食いかどうかはもう少し近づいてみないと。あ、今度こそアルフィノさんか。カイシル、君どうしてまだこんなところに。見回ってたらゲートタウンの様子を伺ってる怪しい奴がいたのよ。それで声をかけてみたら、よりにもよってアルフィノさんとか言うもんだから、とりあえず連れてきたわ。あの、実はクリスタリウムに情報を投げたのは俺なんです。ユールモアから逃がしてもらった後、よそに行くことも考えました。でも仕切り直す前に恩を返したいと思って。コルシア島なら慣れてるから隠れて暮らすこともできます。それで潜伏しながらユールモアについての情報をクリスタリウムに、アルフィノさんたちに送ろうって。そうだったのか。君の勇気に感謝しなければいけないね。ということはお前はこの集落を見ていたんだな。異変が。少し前、飛空艇がユールモアに戻ってきました。そしたらバウスリーがここまで聞こえるような声で騒ぎ出して、役立たずとかそんなことを言っていた気がします。とにかくとても怒っているようでした。おそらくその飛空艇は軍を乗せていたのでしょう。アムアレーンの大積み食いを倒されたことについて。その怒鳴り声が収まった後、何か暖かい風みたいなものが吹いたんです。その後から一部の人の様子が、俺の知る限りでは昔からここにいる人の方が変になっている気がします。ふむ、古参のものから。ちょっといいかしら。気になるものを見つけたからリーンにも見てもらいたいの。ここの住民たちの食料だそうよ。それメオルですよね。ユールモアから配給されてる。まさかこんなことって。今ならわかります。これは積み食いです。積み食いの体です。やっぱりね。これを口にしたところで、正常な人なら自浄作用が働いて積み食いにはならない。それでも長年繰り返していれば、その身に影響が残ることもあるでしょう。バウスリーが積み食いに命令できるならば、積み食いに近づいてしまったものもまた彼に従いやすくなるのかもしれません。それであればメオルを食べてきた古参のものから異常をきたすのもうなずけます。何よそれ。積み食いを呼び集めて食料として配ってたってこと？いつか体がおかしくなっちゃうかもしれないのに。そんなのどうかしてる。積み食いになりかけて仕方なく命を絶った人だっている。なのに。積み食いを呼び集めて。
ユールモアに潜入した時に聞いた話を覚えているかい？君が薬師から聞いたという言葉だ。あの町には多くの者が招かれる。だが出ていく者は。終わりにしよう。あまたの犠牲の上に築かれたバウスリーの楽園を。動機に一縷の断りがあったとしても、生きとし生ける者の尊厳をもって彼の行いは許しがたい。大罪喰いの候補も都市内にいるんだ。突入には賛成しよう。ただユールモアの強みは入り口が限られていることにある。こちらの顔も割れているとなると秘密裏に侵入は難しい。正面切っての対決にならざるを得ないだろう。だからお前が号令を。それに合わせて全員で突入だ。私の人形ではないものがこの楽園に踏み込んでいる。あいつらだ。また私を邪魔しに来た。混沌を引き連れて。嫌だ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 。あいつらをもう私に近づけるな。なるほど。敗北続きの軍だけじゃなく市民まで盾にして自分を守るか。ここ敗戦街はゲートタウンよりも古い。バウスリーに操られる者の数もずっと多いはずだ。だが彼ら自身の意志で戦っていないならできるだけ傷つけずに済ませたい。ほら、絶対そう言うと思ってた。あなたとアルフィノはとにかく都市の上を目指してる。私たちは市民たちを抑えながら援護に回るわ。
しといてあげる。我が主ならば変わらず頂上の執務室よ。そこが主の最後の楽園。特別な理由も妖術も不要。我はただヴァウスリーの掲げた理想を良しとしたのみ。人は人である限り、そして正しくあろうとするほどに戦から逃れられぬ。なればこそ正しくなく、ただの人でもない、そんな男の掲げる平和に賭けたのだ。我はユールモアの理想に準ずる一兵、貴様は相対する反逆者。構えよ、いざ決着をつけようぞ。
たどり着いたぞ。観念するんだ、ドン・バウスリー。ノルブラントはもはやお前をいただくことはない。これまで欺き愚弄してきた人々に、ここそして願わくば今度こそ人を信じ、みアルフィナさん、これは違う。人だけど人じゃない。大罪悔いの気配が混じっています。食材、みんな、未来、何を言っているのだね。私は秩序、私はルール、私だけが絶対の正義。私は人をすべ、罪悔いをすべる。全部最初から決まっていたことだ。世界は私に救われるためにこういう形にできている。だからうまくいかないことなんてあるはずがない。私がおい追い詰められる。ない、必要ない、理由がない、罪などない。私は愚かな人を導いてやる、誰より正しく利口な王だ。こんな下賤なクズどもに侵されていいわけがない。そうだ、やり直さなくては、作り直さなくては、私の楽園を。バウスリーは、浮いている。何よあれ、バウスリーがやったっていうの？待ってくれ、
あれはコルシア島の最高峰グルグ火山。断崖の先にあるから焦って向かってもたどり着けない。だからまずこの町のユールモアの民を助けさせてはくれないか。アルフィノ、頼む。戦いに巻き込まれた人の応急処置だけでも構わない。ありがとう。やってみないと分かりませんが、バウスリーの精神干渉が罪食いとしての光の力によるものならば、私でも解除できるかもしれません。お手伝いさせてもらっていいですか？もちろんだとも。頼りにさせてもらうよ。そうと決まればパパッと手当てしていきましょう。襲ってきた人たち、多分まだ下で転がってるわ。